君はまだたくさんの紙袋を抱えたままでこの手紙読んでいるだろう。これで最後の男の気まぐれとしてどこかそこらの窓から捨ててくれ。君となら一緒に暮らしたかった。二人でいつも立ち止まってしまう。あの赤いレンガの家で、いつまでも消えそうもない。僕の恩の一言がまだ二十歳前の君をこんなに苦しめるなんて。だから行く先は僕の友達に聞いてくれ。君に会わないで行くから、今頃はもまた昔のように、どこかの街のカフェテラスでビールでも飲んでいるだろう。明かりはつけたまま。